16 éven aluliak számára nem ajánlott. やはり人型では役には立たないか。ではこうするとしよう。今の状態で美獣化できるのかよ。行け。美獣相手に随分と粘る。少々驚いたよ。だがそろそろ終わらせるか。私が揃って待ってたぜ、渦巻きナルト。お前の声はずっと聞こえてたよ。お前ってば、あの6人の中にいた。なんでここに、つか、ここどこだ。ここは美獣と人中力のみが来ることのできる深層心理の世界。あの面の男も入ってくることはできない。あっけに取られているようだな。ああ、こいつっては俺を食ったヨンビ。落ち着け、ソン。ナルトよ、こいつをヨンビと呼んでくれるな。孫悟空というちゃんとした名があるのだ。え？あ、はあ、そうか、名前があったんだな。その、ごめん。お前は面白いやつだね。美獣相手にこんなに素直な人初めて見たっす。だな、もともとの純粋さか、それともクラマのしつけが良かったのか。クラマ？クラマってキュービの名前だよ。え、キュービにも名前あったの？そうっす、美獣たち全員きちんと名前を持ってるっすよ。そっか、俺そんなことも知らなかった。別にお前一人が悪いわけではない。現に私たちも今の今まで美獣の名前を知らなかった。こうして美獣と共にいるようになったのはお前の声を聞いたのがきっかけだ。お前の思いを聞き、俺たちの考えも変わった。これまで俺を含めどの人中力も美獣をただの力としか見ていなかった。名前すら知らなかったし、知ろうともしない。美獣たちを閉じ込め、存在を否定していた。俺は、少しだけど、美獣たちの気持ちが分かったんだ。俺はよくいたずらやった。叱られたくて。人の気を引くためなら何だってよかったんだ。自分が亡くなるよりは、
ずっとマシだったからな。俺は人中力だけど、ちゃんと大切なナルトって名前がある。だから自分を何でもいいなんて言うあんな奴が、美獣たちを言いなりにさせてんのが我慢ならねえんだ。やっぱりお前は面白い奴だで。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美獣を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。クラマ、お前も聞こえてんだろ。さっさとこいつに協力してやれよ。反応なしっすね。ったく、いつかあいつと一緒に戦えたらって思ってる。でもそれを強要すんのは間違いだ。クラマとは必ず分かり合える。あいつの憎しみは俺が何とかするって決めてんだ。なら、せめてその時まで私たちの力を使え。大した力は残ってないが、ないよりはマシだろう。私はニー・ユギト、そしてこいつはマタタビ。俺は元四代目水影のヤグラ。下のはイソブってんだ。老師と孫だ。ハンという。美獣の名は国王だで。俺は歌方、それと再建だ。フンス、こっちはラッキーセブン長明。アンガトな、みんなの名前この胸にしっかり刻み込んだってばよ。最後に一つだけ言っとくぜ、クラマにもお前の声は届いているはずだ。あいつがお前を認めていなければここまで入ってこられねえからな。クラマ、本当はお前も分かってんだろ。いいかげんに離れやがれ、ナルト。さて、そろそろいただくか、キュービー。何？クラリンが食った！渦巻きナルト、しつこいやつだ。ナルト、心配したぜ、バカ野郎、この野郎。すまねえ。でも、飲み込まれたおかげで、美獣の名前とか思いとか、とにかく、いろんなものをもらうことができた。名前だと？それが何だというのだ。はあ、お前は知らねえんだな。へっ、教えてやんない。よっ！おっ！あの余裕、一体何だ？戦闘開始！わい！マイケル、私は他の美獣とは違う。しかし、何者が人中力に尻尾を振ったりはしに、そんなことを語ろうが、人間の戦いとはいつも皆同じだ。わしはずっとお前にしてきたことはない。だからお前も分かってるはずだ。お前がわしに何を語ろうかも見えない。本心が伝わってくる。